ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。ベストヒット歌謡祭放送されまして、 BE:FIRST 出ましたね。19時台、だいたい19時15分16分ぐらいに出るような形だった気がいたします。でテレビというものに関して功罪ありますし、出るべき出ないべきみたいな話っていうのはありますが、そういったものはひとまず置いといて、やはり出ることによって注目もされるし、知らない人が見るっていうこともあるし、それはラジオもそうですけど、ラジオは結構コアな人たちが聞くっていう形で偶然出会うっていう形ではあるけれども、テレビというものの力、弱くなっていると言われて久しいですが、それでもまだ強いなっていうふうに思うことがあります。で、ツイッターとかでもそうですけど、すごくトレンド入りもしまして、それからメンバー一人一人に対するいろんな言葉もありますね。で、サビの髪の長い子が好きっていうね、ジュノン君のことだと思いますが、で、ダンスがめちゃくちゃ上手い子がいて、で、その子が気になるっていうソータ君だと思いますが、他にもいろいろとあって、中でもやはり涼希君に対するその初見の人の反応っていうのがすごく多くて、あるいは初見ではなくて、ハイ&ローの映画で、まあ、天貝の役をやったので、天貝公平役をやったので、その天貝公平とこうリンクさせて語るっていう人もやっぱり多いです。特に BE:FIRST の前にザ・ランページさんが出ましたから、まあその流れですよね。結局親子のランページと三高連合というか、そちらの涼希くんね、天貝という感じですから、天貝ラップうまいなとか、そんな感じ、天貝が歌うんだと思って見たけど、めちゃくちゃうまくて草みたいな感じで、まあ、草生やす必要ないと思ったんだけど、はい、そんな感じでしたね。だからなんか、まあ BE:FIRST も BMSG も当然アーティストですので、ドラマとかそういったもの、映画とかそういったものに出るよりは、もちろんライブっていうのが大優先で、その方に行っていくべきなんだけど、まあ涼希くん中心になるかもしれないですけど、そういう映画であったりとか、あるいはドラマとかであったりとかで出ることによって、そういう風に注目のされ方っていうのがいろいろと変わってくるなっていうのは確かに思うところですよね。多分その BMSG としても、いわゆるその涼希くんを、いわゆる三山涼希の形というか、天貝公平の役とリンクさせてこう語る人が新規で出るっていうのは想定していた部分もあるかもしれないですけど、まあある意味いろいろ実験トライアンドエラー繰り返した感じでの、いい感じでの方のトライ、成功例になったんじゃないかなって気がしますね。なのでもうあと 2,3 年ぐらいとか BE:FIRST が経っていた時に、まあ賛否両論あるかもしれませんが、まあ涼希くんもそうですけども、メンバーの中で演技とかね、そういったものをこうやっていくっていう、ちょっとねやっていくっていうのも選択肢の一つとして考えてもいいのかなっていうのは思いましたね。特に本当に涼希くんと天貝公平ね、ハイ&ローを混ぜてやるっていうのがありますから、まあね、まあ諸刃の剣っていうか、それでね演技の方ばっかりにっていう形になっちゃうのもどうなのかなっていうところはありますけど、まあ BE:FIRST はラッパーではないけど、ラッパー、特にアメリカのラッパーたちはミュージシャンでキャリアを積んで、その後俳優をやったりとか、そういう風なことも並行してやる人もいるし、俳優業にガッて行っちゃう人もいますから、まあだから、まあ、ラップとかヒップホップミュージック、ラップミュージックが強めの BE:FIRST がそういうものをやるっていうのは、アメリカ的に考えると、まあ別にアメリカ的に考える必要ないんだけど、アメリカ的に考えると別にそんなおかしくはないと私は考えてます。有名なところで言うと、ウィル・スミスなんかそうですね。ウィル・スミス、まあ、ちょっと前にちょっとアワード関連で問題が起こりましたが、まあ、いわゆるもともとラップミュージックをやっていて、そこから俳優になったっていうところ、あとは、まあ、アイスティーとかね、うん、アイスキューブとかもそうですけど、まあ、一番有名なのはウィル・スミスでしょう。エミネムもね、8マイルで映画の主演やってますからね、っていう感じですけども。はい。はい、そしてですね、まあ、やはりこう、新しく注目する人が出るっていう形で、
Google トレンドというアプリがありまして、そちらでやっぱ調べました BE:FIRST で、そちらの方をちょっとね画像にしますけれども、こちらをご覧ください。はい、こちらなんですけれども、まあ11月10日19時16分あたりの Google での BE:FIRST の調べられたというか検索された数、そして下には過去7日間のデータっていう形で載せております。でですね、以前と違うというのが、バイクッパイの曲名で検索する人はほとんどいなくて、バイクッパイが出たばっかりの頃はそれで検索もあったんですが、まあ今はね一番新しい曲ってわけではないので、そういう部分ではないんだなと。やはりこうどっちかっていうとアーティストネームで検索されると。で、未だにやっぱり BE:FIRST を英語のアルファベットの正式表記ではなくて、カタカナの BE:FIRST で検索する人が明らかに多いなというのが、まあこれ見ていただいたらわかるかなと思います。左側のがアルファベットの BE:FIRST とカタカナの BE:FIRST、 右側のものがバイグッバイも一緒のところで載せたんですが、曲名で検索する人は今はいないなという形だから、まあ新規の方とかに紹介するとか、あるいはそのハッシュタグでそのツイッターとかで BE:FIRST 紹介するときに、案外このやっぱりアルファベットの正式表記の方をやりますけども、私たちはカタカナの BE:FIRST も入れた方がもしかしたら頭がいいのかもしれないなってちょっと見て思いましたね。これで検索、カタカナで検索する人がやっぱり多いんですよね。はい。で、過去7日間のデータっていう形でも載せましたが、まあやっぱりね、このテレビに出たことによるいわゆる注目度とか検索の履歴っていうのはもう明らかに違いますよね。だから、まあ、テレビに出るっていうことの、まあ、効果っていうものが明らかにあるんだなっていうのは確かにわかります。なのでライブとかをたくさんやって、ベスティへのそういうね還元じゃないですけど、そういったものもやりつつで、まあなんやかんやでやっぱりテレビに出るっていうのが大事なのかなっていうね。私グランファンパーズ個人としてはテレビ別にそんなにって感じなんですけど、それは私のね勝手なわがままでもあるので、新規の方を開拓するにはやはりテレビ大事なんだなっていうのは、まあ改めてというか改めてはないんですよね。ここ今まではそんなに考えてなかったんですが、やっぱり必要なのかなっていうのを思ってきましたね。まあこの結果を見た感じで、うん、そんな風に思います。まあ1年過ぎまして、話題性っていうことだけでやるっていうわけにはいかなくなってくるというのはスカイハイも言ってますから、そうなってくるとこういうプロモーションとかね、テレビにもラジオにもメディアとかにも、まあBE:FIRST の子たちが変な感じにならないような感じであれば出ていくっていうのは大事なのかなっていう。で、実際歌をね聞いてもらったら、それでみんなロックされるっていうのはね、すげえっていう風になるのはもう分かってますからね。まあそういう部分で2年目以降はもしかしたらいろいろとまたやり方も変えていく可能性もあるかもしれないし、BE:FIRST TV もなんだったらね2期目とかやってくれたりとか、そういうのも考えられたらいいのかもしれませんね。で、やはり BE:FIRST だけっていう形よりも、他のアーティストたちを見た感じでやはり検索されるっていうのはあるわけですよ。で、いくつか検索のやつがあって、その中でも結構多めに検索されていたところをピックアップして使いました。ザ・ランページさんもね、やはりこう検索されていたんですがね、で BE:FIRST が青で、関ジャニエイトさんが鳥ですけども赤ですね。まあ、関ジャニエイトさんはさすがだなっていうところで、 NMB48、 まあ、関ジャニさんと NMB は大阪というか関西地方の、まあ、ガールバンドボーイバンドですんで、読売テレビでね、まあ、関西のものですからやはりすごいなって思いますし、でもこう思うと NMB48 も未だに結構なもんなんだなって思いましたね。うん。で、まあ、XJAPAN の都市ですね。まあ、これは私の趣味でやりましたが、ただね、都市やっぱり検索されてまして、紫が都市ですね。はい。でね、まあ、見た感じで一目瞭然なんですけど、JO1 すごいですね。うん。JO1 はすごい。だって BE:FIRST と関ジャニ∞の約2倍検索されてますんで、まあ、ジャムの方が頑張ったっていうところもあるのかもしれませんけど、
まあそのファンの方が頑張るっていうところと新規の方が検索するっていうのが合わさった感じで、でこう見てみるとあのやっぱねツイッターとかその検索ネットに強いグループっていうのがやはりいて、そうではないグループっていうのもいるんですよね。だからなにわ男子さんも出ていたんですけど、なにわ男子さんの場合は多分そのあまりこの Google 検索とかではないところでヒットしてるんだなっていうところが分かりました。まあやっぱり BE:FIRST も得意なところ得意じゃないところってあるわけじゃないですか。ストリーミングとかダウンロードは強いですけど、CD に関してはやっぱ INI さんたちの方が強かったりするじゃないですか。あとジャニーズさんとかね、 JO1 さんもそうだと思うけど、まあ得意分野とそうでもない分野っていうのがあって、この Google 検索で行ったところではまあやっぱりこういう感じなんだなっていう、そうそういう感じなんですよ。なのでBE:FIRST がやっぱ検索されていて、でそのうちの流れであの JO1 とかがやっぱこんな感じになってて、でもねやっぱりその感じだからまあ相変わらず BE:FIRST はあのネットに強いし、まあベスティもやっぱりネットっていうかツイッター強いですからね。だからツイッターの方のトレンドは、これは Google トレンドですけど、ツイッターのトレンドは1位とかね2位とかあと4位ぐらいにあのバイグッバイもトレンド入りしててね、で BE:FIRST もトレンド入りしてたんで、Google もこの通り強いですけど、まあ BE:FIRST は結構ツイッターの方なんだなって感じはしますかね。でもね Google もこんな感じです。今回は Google トレンドでの調べなので、はい、まあ参考にしていただければと思います。まあいろいろさ、あのいろいろと指標として見てると面白いですよね。はい、という感じでちょっとデータをねあの駆使して話させていただいたんですけれども、まあいろいろ考えるところがありましたね。でそのまあ比較する必要ってのはないので、 JO1 さん、関ジャニ∞さん、 NMB さん、トシすげえなっていう、あトシだけトシなのは私が XJAPAN のファンで、どうしてもねあの世代をねあの好きなので、逆にこれはねリスペクトでのあの継承略なんで、よろしくお願いします。はい、うん、すげえなっていうところなんですよね。でまあ先ほど言った通りの、まあ、天海公平っていう形とリンクさせる涼希くんがこう注目されるっていうところだったりとか、まあ、あのそういったところとかもあるから、やっぱテレビに出るっていうのがある意味大事なのかなっていうのは、去年は正直、去年というかちょっと前まではそう思ってませんでしたが、私は今回ちょっとそれを感じましたね。ただやっぱりライブをたくさんやってもらって実力をつけるっていうところが大事だし、まあ変な感じになるんならテレビ出る必要はないですねって思ってますけども、あとはまあね、どの世代にアピールできるかっていうところとかもありますからね。そこもいろいろと今後の BMSG やあの BE:FIRST の課題だと思うし、あとベスティがどんな感じでこうサポートできるかっていうところにもよりますよね。まあ私たちのサポートの仕方としては、まあ何度か動画でも語らせてもらってますけど、まあ、今回の場合はベストヒット歌謡祭でハッシュタグで感想をつけるっていう形で、 NHK の場合はメールフォームであの NHK の方にあのお礼のメールを送ったり、ハガキとかでもいけますし、そういう形でもあったりとか、あとはそのコラボしていただいた媒体とか企業様、それから CM とかに出していただいた企業様とかには、まあ、メールとかできるのであればそういうお礼をするとか、そういう形がいいのかなっていう。で前聞いたんですけど、なんやかんやでこのお手紙でこのこう字で書いてくるやつっていうのはこうやっぱり見てる人って人間なので、あのこうすごく心にグッとくることが多いっていうのがあるんですよね。だからそのおはがきとかねお手紙とか書くのがあのまあできる方といいますか、そういうのができる方はあのそういうのもすごくいいっていうのは聞きました。なんやかんやでやっぱり人間とは人間なので、そういうお手紙とかっていうのもねすごく響くっていうことなんですよね。むしろ一番響くっていう、まあメールでも大丈夫です。私も結局お手紙書けるような感じの 文才がないので、メールでいつもお礼をあの送っておりますのでね、はい、そんな感じです。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。はい、では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。あ果てしないぞ